ようやくというか、カタパルト仕様 F-35C ステルス戦闘機が稼働することをキャッチしました。今回 F-35C 戦闘機を艦載したアメリカ空母カール・ヴィンソンを詳しく見ていきますね。やはり空母の威圧感が違いますし、南シナ海でも指揮命令が出しやすいですよね。一つの町が動いているようなものです。これは中国も恐れるわけでだ。アメリカ海軍は横須賀の第7艦隊所属の原子力空母ニミッツ級9番艦のロナルド・レーガンと第5空母打撃群をアフガニスタンからの米軍撤退支援のため中東に派遣し、その不在を埋めるために西海岸のサンディエゴからニミッツ級3番艦のカール・ヴィンソンをアジアに向けて派遣を決め、空母カール・ヴィンソンは2021年8月3日に出航した。空母カール・ヴィンソンは2018年からの改装工事 DPIA を終えた後、アメリカ原子力空母として初めて F-35C ライトニング2のフライトデッキ認証 FDEC 空母航空管制センター認証チャトク他艦載機として運用するために必要な認証テストを完了しており、同機の飛行隊である第147攻撃飛行隊 VFH-47を含む第2航空団を艦載している。この第2空母航空団は F-35C の1個飛行隊と F-A-10 は CEF スーパーホーネットブロック2の3個飛行隊を主力とする混成で、注目すべきは従来の C-2A グレイハウンド輸送機に変えて垂直離陸機 V-22 オスプレイの海軍向けバージョンである CMV-22B を運用する第30艦隊兵団多任務飛行隊 VRM-30 が配備されていることである。CMV-22B の他の型との違いは、より燃料タンクが大型化され、航続距離が伸ばされていることと、空中給油装置がついた外装燃料タンクが搭載されているため、艦載機への空中給油が可能なことなどにある。CMV-22B の最大離陸重量は垂直離陸時 23.981トン、短距離離陸時では 27.442トンとされていて、空虚重量 15.032トンを差し引けば貨物といて 8.949 トンの積載が可能で、 C2A の最大重量は 24.655トン、空虚重量 16.486トン、積載重量 8.169 トンと比べて遜色はない。それどころか C2A は陸上での離発着には滑走路が必要であったものが、 CMV-22B ではヘリポートなど滑走路外での運用が可能となり、作戦上の行動の幅が大きく広がる利点がある。さらに CMV-22B には F-35C のエンジンであるプラットニー&ホイットニー社製の F-135PW400 を搭載することが可能で、これまでであれば艦内の F-135 在庫が切れた際には F-35C のエンジン乾燥作業を陸上で行わなければなかったのが、運搬して艦上で行えるようになることも大きな利点である。アメリカ海軍において現時点では最新鋭の機種を揃えた空母航空団を艦載したカール・ヴィンソンがアジアに派遣されたのは、やはり中国を牽制する意味合いが強い。中東に派遣されている空母ロナルド・レーガンが横須賀に戻るのは早くとも9月中旬以降とされており、それまではカール・ヴィンソンが東アジアの守りを担うこととなり、イギリス海軍の空母クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群 CGS-21 の極東遠征に合わせ、海上自衛隊も交えた合同演習が計画されているという。
このイギリス海軍空母打撃群 CGS-21 は、空母クイーン・エリザベスのほか、駆逐艦2隻、フリゲート艦2隻、給油艦、補給艦各1隻のほかに、攻撃型原子力潜水艦アスチュート級のネームシップアスチュートも随伴しており、8月11日に韓国釜山港に寄港予定のクイーン・エリザベスの先触れとして入港した。なお、この CGS-21 にはオランダ海軍のフリゲートエファーゼンとアメリカ海軍のアーレイバーク級駆逐艦ザサリバ、ムズも随伴しており、特にオランダ海軍が加わっていることで中国への国際的な圧力をアピールする狙いがあるとされている。なお、 CGS-21 は合同演習後に日本に寄港する予定となっているが、寄港地は国内の4拠点に分散寄港となりそうで、クイーンへリザベスは海上自衛隊横須賀基地に、その他の艦艇は京都府の舞鶴基地、広島県の5基地、そして長崎県のアメリカ海軍佐世保基地が候補として挙げられている。空母カール・ビンソンについては、ロナルド・レーガンが寄港した後も東アジアに泊まるものとみられ、中国による台湾への圧力や太平洋、南シナ海、東シナ海における軍事行動への牽制を続けるものと思われる。あるいはロナルド・レーガンと交代して、そのまま第7艦隊の所属となって横須賀を母港とするのではないかとの噂も出始めている。これは2022年の北京冬季オリンピック終了まで中国は大規模な軍事行動を起こさないだろうとの見方に対して、ウイグル族に対する弾圧からの大量虐殺を理由とし、アメリカのバイデン大統領がボイコットに踏み切る可能性が指摘されていて、それにイギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパ諸国が同調する可能性が高まってきたことに起因する。もし欧米諸国がウイグル問題だけでなく、香港、台湾についても問題として取り上げ、北京オリンピックをボイコットするようなことがあれば、中国が暴発するであろうことは避けられないとされる。日本に対しても、ボイコットに同調することがあれば、尖閣諸島を奪いに来ることは間違いないとされ、アメリカ軍はアジア海域に最低でも空母3隻は配置すると思われるのである。ところで、アメリカ海軍においては、カール・ビンソンの他のニミッツ級空母や最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級空母に F-35C の艦載を進めていく方針であるが、肝心の F-35C の生産が遅延する問題が発生していて、計画通りに進めることが難しくなっている。そのため、現在運用中の第 4.5 世代戦闘機 FA-10 は、チブロック2の耐用年数との兼ね合いで、11隻の空母への艦載機が不足する恐れが出ているのである。そこで、アメリカ海軍は、対策として、FA-10 は、チオ、タンザの E 型、フク、ザの F 型ともに、近代化改修を施して、能力を向上させたブロック3を、F-35C が揃うまでのつなぎとして採用することを決定し、約40億ドル、約4400億円をかけ、ボーイングに、FA-10 は、EF ブロック3を78機発注した。この近代化改修では、機体の大型化、全長 1.3M 増加、全幅 2.2M 増加、主翼面積 9.25 平方メートル増加によるハードポイントの増、ミサイル搭載数増加、アビオニクス機器搭載スペースの確保による ANAPG713 や ANAPG719 の新システム搭載に加えて、コクピットの近代化、通信システム拡張などが盛り込まれ、F-35C とのいわゆるハイローミックスを実現させようとしていると考えられている。かつて、アメリカ空軍において、高価な F-15 と
安価な F-16 を組み合わせて運用したのが、ハイローミックスの走りであったが、今回の組み合わせでは、ステルス性の高い高価な F-35C で、航空優勢を確保した後に、F-35C よりは、安価な F-A-18 で対地。対艦攻撃を行う形を取るという戦術が想定される。このことについて、アメリカ議会によるボーイングへの忖度ではないかとする見方もあるが、F-35C 調達の進展度合いが遅れている現状を見れば、極めて現実的な対応であろう。アメリカ海軍は、F-A-10 は、チブロック3の併用で、時間を稼ぐ間に F-35C が揃うか、あるいは、次世代戦闘機の登場を待つことになる。